WBC で全米から注目を浴びた20歳の高橋宏斗。今回はそんな高橋の面白いエピソードを50個紹介します。5歳上に兄がいる高橋は 4,5 歳の頃、家のリビングで新聞紙をセロハンテープで丸めたボールを兄が投げ、高橋がプラスチックのバットで打つという野球遊びに夢中だったそう。ただ高橋はフルスイングでかっ飛ばして家の電球を何度もぶっ壊してしまったという。この兄弟間での野球遊びは負けた方がパンを買いに行くというルールがあったそう。だいたい兄に負けていた高橋は歩いて5分のパン屋さんまでいつも買いに行っていた。兄曰く、高橋は常に兄の背中を観察していたため、兄が親に怒られる良くない行動も見ていて、自分は絶対に怒られる行動をしないという要領の良さを持っているそう。そのため兄にはプロ野球選手にならなくても社会人としてものすごく出世しそうと言われている。そんな高橋の兄だが、中学3年の時に野球日本一になり、投手として MVP を受賞。高校から文武両道のキング、慶応義塾高校に入学すると、その後進んだ慶応大学では、最速149キロを投げ、6大学で活躍した投手だった。一方で高校は甲子園最多優勝の名門、中京大中京に入学した高橋。2年生の春からエースになると、高橋の代が主力になった秋の神宮大会優勝に貢献。翌年の甲子園でも当然優勝候補に挙げられていたが、コロナに阻まれ、甲子園は中止になってしまう。学校でも休校が続いたが、家で在宅勤務をしていた兄から栄養学や筋トレを学んだという。さらに高橋はコロナ禍で複数人での練習が禁止されている中、こっそり近所に住む仲間数人と集まって練習していたそう。それらの甲斐もあり、高橋はコロナ禍以前より速球のスピードを上げ、最速154キロを記録した。そんな高橋だが、高校入学時からずっと進路は大学進学一本だったそう。そして兄が卒業した慶応大学の栄養入試を受けたそうだが、まさかの不合格だった。すると高橋はすぐに進路変更してプロ志望届を出し、見事地元中日からドラフト1位指名。そして契約金1億円プラス出来高5000万円、年俸1600万円という条件で中日に入団した。しかし1年目の2021年は2軍で防御率 7.01、 0勝5敗という成績に終わり、1軍での出場はなかった。ただ去年はキャンプインから1軍スタート。そしてたまたま YouTube で紅白戦を見た大リーガー前田健太に、中日の背番号19のピッチャー良くないですかとツイートされるなど注目を浴び始めた。8歳年上の中日投手岡野雄一郎には、プライベートはあまりしっかりしてないんですと言われる高橋宏斗。去年のキャンプで沖縄から福岡へ移動する前日、高橋はとんかつ弁当を注文するも、先に福岡に送る大きな荷物にお財布を入れてしまったことが発覚し、偶然廊下で出会った岡野に、先輩やばいです、財布がないのでお金貸してくださいと頼み込んだそう。そして岡野からお金を借りることに成功し、湿布の袋に入れて持ち歩いたという高橋。しかしその後、高橋は岡野に、財布ありましたとまさかの告白。この一件を受けて岡野には、そんなドジなところも可愛いんですよねと言われていた。2022年プロ初登板の意気込みを聞かれた高橋は、勝ちたいと話すも、個人としてのプロ初勝利はどうでもいいと、19歳とは思えない衝撃的な発言を残していた。そんな高橋がプロ初勝利を挙げたのは去年4月7日のヤクルト戦。高橋は投げては6回6安打3失点にまとめ、打ってはプロ初安打となる決勝タイムリーを放って勝利に結びつけた。なお投手が自分の V 打点によってプロ初勝利を挙げたのは球団71年ぶりの珍事だったそう。試合後、プロ初勝利に関して、こんだけ喜んでくれる人が嬉しいとファンへの感謝をまず最初に話していた高橋。しかし自分の LINE には50件ほどしかお祝いのメッセージが来なかったことを明かすと、先輩投手から少なと言われてしまう。ただ実はお祝いライン50件のうち10件が同期入団で育成の松木平裕太からのものだったそうで、高橋はめっちゃライン来てるなと思ったら松木平10とかあってちょっとショックでしたと正直な気持ちを告白。さらに試合中見られないのに、打った直後らへんにナイスバッティングとかリアルタイムで祝ってくれると不満を暴露していた。そんなプロ初勝利のヤクルト戦、高橋は試合前にバナナを1本食べただけで、うえ気持ち悪いと発言していたそうで、試合後もお腹空かない、食べ物喉通らないと明かしていた。そして個人としてのプロ初勝利はどうでもいいと話していた高橋だったが、そこから9ヶ月後の今年1月の成人式の時には、プロ初勝利が10代で一番の思い出と語っていた。高橋は2022年6月、今買いたいものはあるかと聞かれると、まさかの日用品ボディーソープと回答。そして高橋は、ないなぁと思って1週間経っているので、キャップ外して最後の一滴を振り絞っている感じなのでと、年収1000万超えの選手とは思えない主婦のような悩みを打ち明けていた。そんな高橋は中日のエースの一人である小笠原慎之介に、じゃんけんで試合の先行と後攻を決めるんですかと驚きの質問をしたそうで、小笠原に、お前プロ野球見たことねえのかと突っ込まれてしまったそう。そして小笠原には、一言で言ったらド天然と言われてしまう。実は高橋宏斗、無類の甘党。ある時先発する試合前に、クーリッシュのベルギーチョコがないんです、バニラで我慢していますとお気に入りの一品が見つからないと悩んでいた。またカタラーナに関しては、高校2年の時にスシローで食べて以来ドハマりしていると話し、あれば頼むようにしていると以前明かしていた。
そんな高橋は2022年7月7日の DeNA 戦で自己最速の158キロの速球を投げ、7回無失点9奪三振と好投しながら打線の援護がなく勝利がつかなかった。さらに7月18日の登板では7回被安打3、12奪三振の出来だったが、3回にツーランホームランを浴びたのが響いてチームは1対2で負け、高橋は敗戦投手になってしまう。しかし高橋は三振を100個奪っても勝てるわけではない、流れを渡すピッチングをしてしまったと自分にも責任があることを口にしていた。この頃絶好調だった高橋、7月29日の広島戦では8回ワンアウトまでノーヒットノーランという素晴らしい投球を見せ、史上4人目の10代でノーノー達成に迫った。3学年しか変わらない三冠王村上宗隆についての印象を聞かれると、村上さんって若いんですかと衝撃の質問返しをしていた高橋。別の時にはテレビ番組で村上に向かって、どこに投げたら打たれないですかとド直球の質問をし、陣内智則に言わんやろと突っ込まれてしまう。そんな高橋はオフに日本球界のエース山本由伸に自ら自主トレを申し込んだ。そして高橋は去年の暮れから2ヶ月間山本と生活を共にし、意識の高さに驚かされました。普通に生活していていきなりストレッチを始めたりするような方と、山本の野球に対する姿勢に感銘を受けていた。一方で山本には2ヶ月の自主トレを終えて、今の高橋宏斗はかなり進化していると評価された。さらにインスタで山本に、明日から遠距離で寂しくなっちゃうけど気持ちは家族というメッセージとともにツーショット写真を投稿されていた。そして高橋も山本について家族と話し、僕はむちゃくちゃ好きですとまさかの愛の告白。さらに山本のことを、奥さんずっと支えてくれた、かっこいいと話していた。今年の中日のキャンプが始まると、高橋は山本由伸の投球フォームまでも取り入れた姿を見せた。しかし高橋は186センチと長身なのに対し、山本は178センチと体格が異なっている中でフォームまで似せたことを受けて、中日立浪監督に、全部が全部山本と一緒にしようとするとおかしくなると思う、良さがなくなっているとはっきり指摘されてしまった。さすがに高橋は落ち込んだそうだが、監督の助言を聞き入れてフォームを戻すことに決めたのだ。このフォーム変更事件について、中日キャンプを訪れた清原和博には、全部真似するより調味料的に自分の中に取り入れていくのはいいけど、完全に似せたフォームにしてしまうとそいつに勝てへんからと優しい口調で言われた高橋。その清原とは、高橋が山本と自主トレ中に一緒に訪れた大阪のコンビニでばったり遭遇したそうで、清原に写真を求められて3人で撮ったそう。そんな高橋宏斗だが、プロに入ってから泣いたのは一度だけだという。しかもその1回は野球には関係なく、試合が中止になった日に中日の先輩岡田俊也から勧められた映画を見た時だそう。高橋は、冤罪でお父さんが捕まって死刑が決まるんですけど、最後にやっぱ死にたくないとなるシーンですごく泣けましたと振り返っている。去年11月の野球芸人杉谷拳士の引退試合で杉谷を打ち取った高橋は、その後マウンド上で杉谷に一礼をし、杉谷本人に素敵すぎると絶賛された。実は杉谷とは初顔合わせだったそうなのだが、試合後杉谷からメッセージが来た高橋は杉谷に、最後の打席の投手になれて光栄ですと返信。この神対応に杉谷からは、なんていいやつなんだ、大好きになったと言われている。WBC 決戦の地アメリカに着くと、他の国の試合を観戦した高橋だが、球場の雰囲気に感動し、自分も同じマウンドに立つことに関してやばいですねと興奮気味だった。英語は無理と話す高橋だが、意外とコミュニケーションが取れることに驚いたと無邪気に笑っていたそう。 WBC 準決勝では2回に日本の先発佐々木朗希に打球が直撃するアクシデントがあって、高橋はベンチからブルペンに緊急出動。しかしブルペンの入り口が見つからず、オロオロする姿が生放送で映し出されてしまう。このブルペンオロオロ事件の時、嵐の二宮和也はツイッターで、迷子の高橋くん最高だったなとツイートし話題に。高橋本人は、試合に出ていないのに決勝戦と同じくらい DM が来たと明かしている。WBC 決勝のアメリカ戦の試合前に大谷が言った名言、憧れるのをやめましょうを聞いた時、高橋は感動して泣きそうになったと自身の気持ちを振り返っている。そんな高橋は大事な決勝戦で5回に登板、本人は足が震えてやばかったと振り返るが、大スタートラウトからスプリットで三振を奪うと、続く去年ナリーグ MVP のゴールドシュミットに対しても156キロのストレートで三振を奪い、1イニングをしっかり無失点で抑えるという衝撃の活躍ぶりを見せた。WBC での高橋の投球を見たアメリカメディアは、高橋の20歳という若さに驚き、スカウトたちの間でも話題、メジャーのレーダーにかかり始めたとコメントしていた。また高橋の大ファン杉谷拳士は、スタジアムでアメリカ人の観客に、彼はいくつだと聞かれたそうで、20歳ネクスト化け物と紹介したそう。しかし優勝後のシャンパンファイトでは、アメリカの法律で21歳未満は飲酒禁止なので、高橋は一人だけ参加できないという悲劇に見舞われた。本人はゴーグルをつけてやる気満々だったそうだが、高橋は水を飲んでましたと寂しすぎる発言。ただ最後はサムライナインに水をかけられて楽しいんだそう。このシャンパン不参加事件を気遣って、嵐の二宮和也から帰国した高橋の元にまさかのシャンパンが届いたそうで、高橋は飲むのもったいないと恐縮していた。そしてこれ以降二宮と交流を深め、中日での今季初先発の試合ではマウンドへの登場曲で二宮の楽曲を使用し、二宮に縁感じまくりなんだけど本当にありがえてーとツイートされていた。シャンパン不参加事件を気遣ったのは二宮だけではなかった。所属している中日の立浪監督からは高級シャンパンドンペリニオンをプレゼントされた。
そんな高橋宏斗は大谷翔平が毎日ゆで卵を3つ以上食べる姿を見て真似するも口がパサパサになってと振り返り断念したそう。しかし高橋は大谷でも試合前には緊張することを知って同じ人間なのかと感じたと安心したそう。侍ジャパンは面白い人ばかりだと話す高橋。中でも DeNA の今永翔太についてトークの中で笑いに持っていくセンスはピカイチと話し、今永からトーク術を学ぶことを明かしていた。そんな高橋だが、中日エースの一人の柳裕也に関しては面白くないとバッサリ発言。さらに高橋は、柳さんは面白くなろうとしているんだけど今一つと8歳上のエースにも忖度していなかった。そんな高橋だが、中日の正ショートとして長く活躍した京田陽太が去年のオフに DeNA への移籍が決まると嗚咽をしながら大号泣。しかし実質1年しか京田と共にしていないのに大号泣する高橋の姿を見て、京田と同期入団で6年間共にした柳は、いやいやちょっと待て、お前京田と言うほど時間過ごしてたか、なんでそんな泣いてんのと感じたそう。そして柳は高橋にドン引きするあまり涙が引いてしまったそう。今年出席した成人式では、中学の卒業式ぶりに会った人ばかりで誰が誰だか分かんなくなったと正直な気持ちを明かした高橋。20代の目標を聞かれると、あと5回りくらい人としても野球でも成長したいと抱負を語っていた。そんな高橋の趣味はサウナ。去年ハマったそうで、15分みっちりサウナで汗をかき、昼食を挟んで同じように15分サウナに入るというのがルーティーン。サウナに入った次の日は調子がいいらしい。WBC では最年少で知らない選手も多かった高橋。しかしチームに溶け込めた秘訣について、変に遠慮しないことですねと話し、疑問に思ったらすぐに聞く、いろいろ質問することがチームにもプラスにもなると思うと20歳とは思えないメンタリティを明かしていた。今シーズンの中日での目標については優勝と語った高橋。ただもう一つ、高橋は結婚することも目標にしているとテレビ番組で電撃告白。しかしアナウンサーに相手はいるのか聞かれた高橋は、いないと回答し、好きなタイプについてもこれから考えておきますと特に深いことは口にしなかった。2023年の年俸は去年の 2.5 倍になる3500万円まで跳ね上がった高橋宏斗。契約更改の時には2013年に24勝0敗という伝説の無敗最多勝を達成した田中将大の名前を出して、マー君のように圧倒したい、投げる試合は負ける気がしないと堂々と全勝宣言をしていた。23歳で迎える3年後の WBC では絶対先発として投げられるようにと意気込んでいる。というわけで今回は高橋宏斗の面白いエピソードを50個紹介しましたが、この動画では宇田川祐希の面白いエピソードも紹介しているのでぜひ見てください。そして最後に、この動画が面白かった方はチャンネル登録だけでいいのでお願いします。それでは皆さん、さようなら。